はい、皆さんこんにちは。こちら米国カリフォルニアでございますけど、12月14日木曜日でございます。いかが過ごしでしょうか。今日もアバンシーカリフォルニア州アメリカからお送りいたします。どうぞ付き合いくださいませ。こちらレックスでございます。いや、皆さんこの爽やかな顔見てくださいよ。新しいね、ドジャースの17番のね、ユニフォームに入られまして、今日は入団会見がありましたね。プレスコンフェランスがあったんですけど、まあアメリカの方の質問と日本の方の質問もありまして、ご存知ようにね、大谷さんもびっくりしてましたね。今日はメディアだけ来るという話聞いたらすごい人がいたんで、本当にメディアですかっていうような、いやいやいや、これはあなたが有名だからメディアがいっぱい来たんですよって話して、まあとにかくですね、すごかったですよ皆さん。じゃあですね、まずはね、今日は大谷さんのプレスコンフェランスから、それでですね、まあ日本語、英語だけ省いておりますので、日本から行きたいと思います。もちろん英語ちょっとだけ入っておりますけどね。ということで、行きましょうか。Ladies and gentlemen, Mr. Shohei Ohtani from Los Angeles Dodgers, Hollywood, California.ユニバーサルスタジオということでございますね。ジャパン岩手プリフェクチャーということでございますけどね。とにかく爽やかな顔しててね、腕の方もなんか雰囲気良くて、質問されたらね、いやもう順調で、とにかく早い段階でも多分いけると思いますよって言ってまして、まあ、とにかくそのスプリングトレーニング出れてうまくいけたら、そのまま行きますということをおっしゃってましたんでね。まあ、ということで行きましょうか。まずここから行きましょう。はい、どうぞ。The newest member of the Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani. Newest member. 新しいメンバーでございます。やっぱりね、この、青い、ブルー色が似合ってますよ。この青い色バッグがね。素晴らしいですね。Thank you.ということでね、帽子もエレドジャース、いいね、かっこいいね、またね、ナイス。私も参加してるような気分でございますからね。ほら、あのロブ監督がいたね、あのロブ、デーブ・ロブズ監督。Everybody, thank you very much for making your time to come out here and hear this announcement. まず最初にこのような機会をいただき、今回選手としての自分を信じてくださったロサンゼルス・ドジャースのチームの皆さん、特にマーク・ウォルター、アンドリュー・フリードマン、スタン・キャステン、ランドン・ゴームス、デイブ・ロバーツ、この5人には本当に感謝しています。ありがとうございます。First of all, I would like to thank the Los Angeles Dodgers organization for giving me opportunity. そして私に、メジャーリーガーとしての最初のチャンスを与えてくださった、エンジェルスの皆さん、本当に今振り返っても、素晴らしく大切で、忘れられない、そんな6年間を、そんな思い出をありがとうございました。いいね。Next, I would like to thank the Los Angeles Angels organization. また今回のように際しまして、本当に多くの方とお話をさせていただきました。その他の球団も含めた、球団関係者のすべての皆さんに、心より感謝申し上げます。And there's a lot of other people that was involved in this whole process and、people from other teams. And I would like to thank everybody that was just involved in this whole process. I'm very thankful for everyone. Thank you very much.明確な勝利を目指すビジョンと、豊富な球団の歴史を持つ、このロサンゼルス・ドジャースの一員になれることを、今心より、嬉しく思うと同時に今すごく興奮しています。 I'm excited って言わなかったね。お世話になっている、エージェントのネズ・バレルをはじめ CA の皆さん、そしていつも遠く日本から、温かい声援を送ってくださる皆さん、本当にありがとうございます。 Thank you, Japan! 質疑応答を交えながら、そうした方々に少しでも日々の感謝の気持ちを伝えれたらなと思っています。よろしくお願いします。最終的にドジャーズ
まあ、いつ決めたんでしょうか、あの決断した時期と、まあ、決めて何だったんでしょうか。まあ、ドジャースに、まあ、お願いしますという契約をしますという決断を伝える、まあ、前の日の夜というか、まあ、発表したのは次の日のお昼なので、まあ、その前の晩ですから、まあ、あとは決断理由ですか。決断理由、決断、はい、決断理由に関しましては、まあ、これが一つというわけではなくて、まあ、本当に交渉をさせていただいたあの全ての球団の皆さんと話をさせていただいて、まあ、本当にどの球団も素晴らしかったですし、まあ、ただ何球団こう支えをいただいても答えれる、イエスと答えれる球団は一つしかないので、まあ、そこに対して自分が最終的に、まあ、ここでプレーしたいなという気持ちに素直に従った結果かなという感じがします。来て、まあ、初めてこの報道陣の方々の数を見て思ったことと、あと、まあ、これだけいるってことはそれだけプレッシャーがあると思うんですけど、そこに関してはどうでしょうか。まあ、嬉しく思うと同時に、報道陣の方しか今日はいないと聞いてたので、まあ、予想より多くてちょっと今はびっくりした。びっくりしてるよね。Saying anything, was that part of leverage for his negotiations on a contract? まあ、2回目の、まあ、肘の手術、まあ、トミー・ジョンというふうには言ってないですけど、まあ、その理由と、まあ、あえてそういう言わないことで、まあ、交渉的に今有利に進めたりとか、そういう思惑とか。鋭い質問してくるね。まあ、最初の段階でどういう手術になるのかっていうのをまず、まあ、ドクターも含めてどういうふうになるのかっていうのを決めなきゃいけなかったので、まあ、発表の段階でそれがまず決まっていなかったのが一番かなと思います。あるトミー・ジョンをしたっていうのは事実なんでしょうか。そうですね、まあ、ただそのなんていうんですかね、術式が違かったりというか、前回とはまた違うので、まあ、そこをどういうふうに表現するのかっていうのは、僕はもちろん専門外なところではあるので、そこはドクターの方が詳しいかな。ドクターに聞いてくれと。いや、まあ、いう契約の形態、まあ、後払いのパーセンテージが多い契約なんですけど、これは、まあ、翔平のアイデアだったんでしょうか。あとは他のチームも同じような条件でいたんでしょうか。そうですね、もともと後払いっていうのは、まあ、どの選手も大型契約になるとつくものではあるので、そのパーセンテージに関してはあとは選手に一任するというところではありますし、まあ、そこを含めて、まあ、自分が今受け取れる金額を我慢して、まあ、ペイロールに柔軟性を持たせれるのであれば、僕は全然後払いでいいですというのが始まりですかね。まあ、あと他球団の契約に関しては、まあ、今も他の選手の交渉もしている最中だと思うので、まあ、僕の口からまあ、具体的な球団名だったりとか、交渉の内容に関してはあまり、まあ、言うことができないっていうのが、この場で言うことができないっていうのはあるかなと思います。あ、いろんな選択肢の中でドジャースを選んだんですけど、その勝つこと、優勝リングを手にすることっていうのは優先順位でいうとどこら辺にあるんでしょうか。僕自身の優先順位は、まあ、もちろん携帯あの契約形態から分かるように、まあ、一番上のところではあるので、まあ野球選手としてあとどれくらいできるかっていうのは正直誰もわからないですし、まあ、勝つことっていうのが僕にとって今一番大事なことかなと思います。最後の最後の段階で実際何チームで悩んでたんでしょうか。で、まあ、あと何チームで悩んでいたかと、その決断をするのにあたって決め手というかいろいろあったと思うんですけども、これが決め手だったっていうのは何かあるんでしょうか。まあ、何球団っていうのを僕の口からここまで言っていいのかちょっとわからないので、まあ、そこは差し控えさせていただくというのと、まあ、先ほども言った通り、まあ、ドジャースがこれを持ってるからというよりかは、そうですね、まあ、なんていうんですかね、まあ、心に残ってる言葉として、まあ、オーナーの方もあの、まあ、ゴールターさんも含めて、まあ、この10年間ドジャースが経験してきたこの10年間を、まあ、彼らは全く成功だとは思ってないっていうことはおっしゃられてたので、まあ、それだけ勝ちたいという意思がまあみんな強いんだなというのは心に残ったかなと思います。TBS 石井でございます。I'm Tomo from 石井 from Tokyo Broadcasting System。先ほどもお話の中にありました、勝ちにこだわる、そして常々一番になるんだという思いを持って WBC でも見事に優勝を果たしました。まあ、今回上昇軍団であるドジャースに、そしてユニフォームに袖を通して、先ほども勝利への明確なビジョンがあったという話をされていましたが、その勝利への明確なビジョン、勝つために一番大切なもの、
どんなことだと考えていらっしゃいますか。まあ、一番大事なのはやっぱり、まあ、全員がその勝ちに同じ方向を向いているということが大事だと思うので、まあ、オーナーグループもそうですし、フロントの皆さんもそうですし、もちろんチームメイト、ファンの皆さんもそうですし、みんながそこに向かっているというのが一番大事かなと思います。Thank you for asking question. Thank you for opportunity to ask question. I'm Nobu Saito from Nikkan Sports News. 大谷選手、まあ、常々あの世界一になる、その目標を持ってきたと思うんですけれども、まあ、改めてこのドジャースで世界一の選手になる、そのどういうような、選手をイメージしているか教えてください。まあ、まず優勝することを目指しながら、まあ、そのところでまあ、欠かせなかったと言われる存在にまずはやっぱりなりたいですし、まあ、そういう期待を込めた契約だと思うので、そこの期待に応えているように、まあ、今後も全力で頑張っていきたいなと思っています。Speculation that it's Dodger. There's been speculation that it's Walker. Could you please reveal to everyone in the world today what is the name of your dog? What is the name of your dog? はい。ありがとう。ありがとう。MVP 発表で、まあ、愛犬ワンちゃん。テレビに映ってからワンちゃん世界中が名前を知りたくて詳細知りたくて待ちきれないんですけど、この場で発表してもらえますでしょうか。まあ、テコピンって言うんですけど、テコピンまあ、こっちの人はあんまりその発音的に難しいというかあれなので、まあ、元の名前がディコイっていうので、ディコイ、まあ、こちらの人に説明するときは、まあ、呼びやすいディコイっていうふうに紹介します。 So his name is Dekopin.That's a Japanese name, and I figured it would be hard for American people to pronounce it, so he has an American name, and it's Decoy. Decoy とデコピン。From Decoy or Decoy. ねえ、まるで、あれだね。あ、すみません、あの、スポーツ。タマチャビンみたいだ。質問ありがとうございます。うん、来年は、打者に専念されるということで、まあ、まず開幕に間に合うのかというところと、またあと打者に専念するということで、まあ、今年よりあの素晴らしい成績を残してほしいっていう期待が多く集まると思うんですけども、まあ、そこへの思いっていうのと、あともう一つ、あの今おっしゃられたそのデコピンの、まあ、由来とか教えていただければ幸いです。まあ、バッティングの方は今もうドライスイングを素振りの方は始めているので、まあ概ね予定通りにまず来てる、まあ、若干早いぐらいな感じで来てるので、まあ、十分に開幕に間に合うんじゃないかなと思うので、まあ、スプリングトレーニングでしっかりゲームに入れる準備ができていれば開幕に十分間に合うんじゃないかなという感じはしますね。まあ、由来に関してはもともとさっきも言いましたけど、もともとデコイっていう名前があったので、まあ、それに近い感じで選びました。あ、大谷さん、ドジャース入団おめでとうございます。テレビ朝日がですが、メジャーに挑戦してこの6年間、怪我もして手術もして MVP も2回取りました。あの時メジャーに挑戦した時の、エンゼルスに入団した時の気持ちと、今新たなこのドジャースに入って臨む気持ちと違いがあれば教えていただきたいんですが。全体的な気持ちとしては変わってないですね。常に挑戦したいなと思ってますし、ここにドジャースでお世話になると決めた後も、まあ、そこに対してのチャレンジだと思っているので、まあ、ただ来るということは去るチームもありますし、まあ、日本で言えばファイターズでしたし、今回エンジェルスを去りましたけど、まあ、そこの寂しさというのもやはりこう心の中にあるのは事実かなと思います。キーマン条項、まあ、もしあのフリードマン球団社長か折れたオーナーが、まあ、対談したらそのオプトアウトできるという条件も契約に入っていると思うんですけど、そこはどれぐらいあの個人的に大事だったんでしょうか。まあ、先ほども言った通り、みんながこう同じ方向を向いているというのが大事だと思っているので、まあ、そうですね、ロサンゼルス・ドジャースに入団すると同時に、まあ、メインのこの2方と契約するという形ですし、まあ、そこがもしこう崩れるのであれば、この契約自体も崩れることになるので、まあ、そういう契約かなと思います。ドジャースのファンベースについて知っていることは何かありますか。まあ、そうですね、まあ、僕はでも今回入団するしてからまあ知ることの方が多いんだろうなとはもちろん思いますし、まあ、今のところはメジャーリーグでプレーして、まあ、各球場も行ってますけど、まあ、こういうファンの方、各チームのファンの方がこういう気質なんだなっていうのは感じますし、まあ、やっぱり野球に対してこう熱狂的だなというか、まあ、エンジェルスタジアムに関してはそうですけど、
まあ、毎回青いユニフォームを着た方々がいっぱいこう球場にいらっしゃるので、まあ、そういうのを見るとやっぱりこう熱があるなっていうファンの方が熱があるなっていうのは感じてます。ということでございまして、おし、ショーヘイ・オータニープレスカンファレンスが終わりまして、まあ、英語の方はねちょっとちょこちょこっとだけやりましたけど、他の部分は省いさせていただきました。 Now welcome to the Dodgers Shohei Ohtani ということでございましたね。はい、ということで、まあ、あとはそれ以外のものもいろいろありますので、12月14日木曜日ですね、これ今日はねこれ爽やかにやってますね。17番を挙げたこの方、結局は58番かと思ったら99番ですね。まあ、あとそれ以外のですね、大谷氏の、まあ、こういろいろありますから、こうどんどん行きましょうかね。時間のあれもありますから、会見の方はね、ちょっとあれだったので、ちょっと行きましょうか。まず、これの、この話から行きましょう。はい、どうぞ。大谷翔平に17番を挙げたベテラン右腕が告白、譲るつもりはなかった。ちょっと待ってくださいね。音声。はい、音声、ね、違いましたね。音声、音楽ね、ドライブ。そして、少々お待ちくださいね。トゥ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 。ミュージック、ビデオ、これですね。そしてこれ。はい。出ました。はい、OK ですね。すみません。はい。じゃあ参りましょう。続けていきましょう。はい、どうぞ。番号変更を決意した理由とは、うん、35歳のベテラン右腕にとって愛着のある背番号だった。うん、12月12日、ドジャースは今オフにエンゼルスからフリーエージェントとなった大谷翔平の獲得を正式に発表した。注目を集めた契約は10年総額7億ドル。約1015億円とプロスポーツ史上最高額となった。ただ、そのうちの 97% が後払い契約であり、うん、今後10年の年俸はわずか200万ドル、うん、約2億9000万円となっている、うん。そんな世界を驚かせた大谷の入団に際して、背番号の変更を求められたのは、中継ぎ右腕ジョー・ケリーだった。ドジャース入団2年目のベテランは、大谷の加入以前には2人でつけるのはどうだいと冗談めいて誇示する姿勢を見せていたが、最終的には二刀流スターに譲った。しかし簡単に譲ったわけではなかった。現地時間12月13日に球団のイベントに参加したケリーは、地元局 ABC7 などの取材に対し、17番が大学時代から着用してきた愛着のあるナンバーであったと告白。誰にも譲るつもりはなかったという。それでも大谷に17番を差し出したケリーは、僕はこれまでもカーショー、プホルス、ベルトランといった殿堂入りする選手と共にプレーすることができた。そして、そんな17番を彼、大谷に引き継ぐことができる。うん、確かに、ね。それは名誉なことだと思うとトロ。うん。そして、大谷本人と挨拶を交わした際のエピソードも明かしている。おう。ここに来る前に大谷とは話す機会があったんだ。うん。彼はすでにトレーニングをしているし、より強くなるべく身体を強化していたね。うん。ビデオのことを嬉しく思っていて、背番号を譲ってくれたことについてありがとうと言っていた。大谷についてとにかくワクワクしている。彼は素晴らしい人間だとも明かしたケリー。今季は背番号99で戦うベテランにも注目したい。なるほどね。素晴らしいね、ケリーさん、ありがとうっていう感じで、はい、すみません、この方、はい、10年契約の途中の話でしたね。MLB、はい、大谷は10年契約途中に条件付きで対談可能特定の人物に紐づくキーマン条項。これすごいね。大谷翔平の異例契約については連日新たな情報が判明している、うん、当初は存在しないと思われていたオプトアウト権も含まれており、条件を満たした場合は契約を破棄し対談することが可能になるようだ。12月13日、日本時間14日、AP 通信が詳細を伝えた。
オプトアウトするための条件として設定されているのが、球団オーナーのマーク・ウォルターと編成本部長のアンドリュー・フリードマンの二人だ。この二人のうちどちらかが球団を離れた場合は、その年のシーズン終了後にオプトアウトする権利が発生するようだ。オプトアウトとは契約を途中で破棄する権利。契約で定められた特定のシーズン終了後に選手側が任意で契約破棄して FA になるかどうかを選択することができる。うんうん、例えば10年3億ドル、3000万ドル ×10 年の選手が5年目終了時にオプトアウト権を持っていた場合、自身の市場価値を考えて残りの5年1億5000万ドルを上回る契約を得られるかを判断し、より高額契約を得られると考えた場合は、オプトアウトするといった使い方がされる。基本的にオプトアウトは選手にとってより良い契約を得るための条項だが、大谷の場合は少し事情が違うだろう。今回盛り込まれたオプトアウトは、オーナーや編成責任者の去就が条件となっており、大谷にとっては現在好ましく思っている球団運営の方針が変わるのなら退団を選ぶ可能性があるというものだ。うん、つまり、ウォルターオーナーとフリードマン編成本部長の存在が大谷にとってドジャースを選んだ大きな決め手だったということだろう。うん、USA Today のボブ・ナイチンゲール記者によると、特定の人物と紐づくこのキーマン条項を用いて実際に対談したケースもあるようだ。元エンゼルス監督のジョー・マドンがレイズ監督時代、2015年まで契約が残っていたにもかかわらず2014年シーズン終了後に契約を破棄してカブスの監督に就任したことがあった。これはキーマン条項によるもので、当時レイズの GM を務めていたフリードマンが対談したことに伴い、マドン監督も対談を選んだ。つまり、フリードマンがキーマンとして選ばれたのは今回が初めてではない。うん、改めて編成責任者としての実力と評価が伺えるエピソードだ。うん、大谷が自身の去就のキーマンとして指定したフリードマンは、大谷獲得後も積極的な動きを見せている。ドジャースにはトレード補強の噂があり、山本由伸の獲得にも意欲的だ。ザ・アスレックのファビアン・アルダヤ記者によると、山本との会談でドジャース側は大谷、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンら3人の MVP 経験者を同席させたという。すごいね、これ。山本も8から10年規模の契約が予想されており、もしドジャース入団が実現すれば、今後10年間大谷と山本が共にプレーすることになるかもしれない。なあ、すごいね、これは。いや、知らなかったけど、まあ、大谷さんがね、もう、先日も話したけど、球団のもとなればね、もうね、それはもう可能ということで、どうなるだろうね。はい、大谷翔平ドジャースで、早くも記録更新。新ユニフォームが過去最高の売り上げ。メジャーリーグの公式サイトは13日、背番号17。が入った大谷翔平選手のドジャースの新ユニフォームが販売開始から48時間で過去最高の売り上げを記録したと写真とともに発表した。スポーツアパレル企業によると、この48時間以内の売り上げはサッカーのリオネル・メッシ選手やクリスティー、アーノ・ロナウド選手らを抜く史上最高額という。具体的な金額は明らかにされていないが、大谷選手の名前入りユニフォームは日本円で約5万円、レプリカは約2万円で販売されていて、さらなる経済効果にも注目が集まっている。すごい。また、エンジェルス時代の大谷選手のサイン入りユニフォームなどの値段にも注目が集まっている。うん、メジャーリーグなどのグッズを扱う店のオーナーは、ドジャースへの移籍で値段が上がる可能性があり、いずれベーブルースより高くなるだろうと話している。すごいね。はい、ということで私もね、あの漢字入った欲しいですね。ドジャースブルーのね。はい、続きましてこれでございます。どうぞ行きましょう。はい。大谷翔平ドジャースとの前代未聞の契約詳細判明。契約の一部を慈善団体に寄付など附帯条件も。これもすごいよ皆さん。大谷翔平投手がドジャースと交わした契約の詳細が判明し、前代未聞の内容を含んでいることが分かった。
AP 通信は13日、球団オーナーのマーク・ウォルター氏かアンドルー・フリードマン編成本部長が対談するようなことがあれば、大谷は契約を解除することが可能になると伝えた。出ましたね、先ほどね。MLB で球団人事を契約条項を含むのは異例だ。チームが補強などに関して方針転換した場合は、対談も辞さないという決意が透ける。資産運用会社の CEO を務めるウォルター氏は12年から、レイズから移ったフリードマン氏は14年から球団に関わる。13年以降は全11シーズンでポストシーズンに進出している。契約の付帯条件には、1、全球団に対するトレード拒否権、2、契約の 1% 未満をドジャースの慈善団体に寄付、3、フルタイムの通訳をつける、4、公式戦とポストシーズンで本拠地ドジャースタジアムの最高級スイート席を用意、5、遠征先のホテルをスイートルームにする、などが盛り込まれた模様だ。すごいね。契約総額は10年7億ドル、約1015億円だが、大半を11年目以降の後払いにする20年間の支払いとなるため、球団の贅沢税、対象になる金額は 65.8% の4億6076万7685ドル、約668億円となる。連邦中銀の10月の中期利率を採用し、年 4.43% で現在価値に割り引かれた。MLB 選手会は、大谷の契約額を4億3783万563ドル、約635億円と評価。年平均は4378万3056ドル、約63億5000万円となり、シャーザーとバーランダーの4333万3333ドルをわずかに抜く最高額となった。はい、ということでございます。それでは今日のニュースの中で最後でございます。はい、行きましょう。はい、大谷翔平は入団会見で何を語る？6年前は手法いじりで爆笑も明かした胸の内。15日午前8時からドジャースタジアムで入団会見、ファンには非公開となる。10年契約でドジャース入りする大谷翔平投手は14日午後3時、日本時間15日午前8時から本拠地のドジャースタジアムで入団会見に臨む。6年前のエンゼルス入団会見ではリップサービス連発で会場を沸かせ、流暢な英語も披露した。今日はしなかったよ。2017年12月9日、同10日。大谷は濃紺のベルベットのスーツとエンゼルスカラーの赤色のネクタイで本拠地エンゼルスタジアムに立った。ユニフォームに袖を通し、第一声で、はい、マイネームイズ翔平大谷と英語で挨拶すると集まったファンから大歓声が上がった。挨拶の最後には、今日、マイク・トラウト選手の結婚式がありますので、結婚おめでとうございます。一日でも早くエンゼルスの選手の皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。出ましたね。と粋なコメントも。はいはいはい。また、背番号17の理由について、本当は27番、トラウトの背番号にしたいなという気持ちがあったんですと、埋まっていたので17番にしました。とジョークを飛ばす場面もあった。一方で、チーム決断までの時間について、やっぱり、エンゼルスにお願いしますっていうことは、他に断らなければいけない球団があるということで申し訳なさを感じましたし、これだけ一生懸命資料を作ってくれて、プレゼンもしてくれて、いろんな球団の方が話をしてくれている中で、結局一つの球団にしか行けないということに関しては、やっぱり最後すごく悩みました、と本音も吐露した。あれから6年。プロスポーツ史上最高10年7億ドル、約1015億円を手にするまでに成長を遂げた。MLB 公式のエンゼルス版レッドボリンジャー記者は、エンゼルスがブルージェイズなどと共に最終候補の球団だったとして、彼がエンゼルスを去った理由については、入団会見で詳しく明かされるはずだ。8月9日に報道陣の前で喋った以来の取材、対応となるとした。今回はファンには非公開となるが、MLB ネットワーク、地元放送局スポーツネットら、NHK などでライブ中継される。
報道陣の取材に応じるのは約4ヶ月ぶり、うん、ドジャースを大谷翔平は何を語るのだろう。そうね、まあ、今日は一番分かったのはですね、あの犬の名前でございますね。タマチャビじゃないんだけどデコイ、そしてあの日本のテコピン、タマチャビン、ビン、ビン、まあなんかね、日本の可愛らしい名前でしたね。テコピン、いいですね、いい名前でございます。はい、ということで、もうそろそろ時間となってまいりましたが、皆様からの便りが来ております。まずはこの方からです。通りすがりの満身王さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、アロザレーナはレイズの SNS など削除しているようで、よほどドジャースに期待みたいですね。また別の記事ではトラウトがドジャースにトレードされるのではと言われているようですね。野手、外野手としては右の強打者がいればなお完璧になるとのこと。うん、そこまでしたらチームの総年俸がやばいことになりそうです。汗。そうだね、大変だよ。それと山本由伸投手の面談に大谷選手が面談して一緒にプレーしてほしいと説得したみたいですね。すごい。大谷選手が強いチーム作りたいなら自ら説得に出ることは予想してました。おそらくは3年先の佐々木朗希投手の時も同じことが起こるかもしれません。おー、なるほど。その前に現在巨人にいる岡本和真選手ですかね。はい、おーおー、三塁、外野、一塁守れるし、うん、ホームランも30本は打てるでしょう。おー、すごいね、取りすがりさん、この情報は素晴らしいね。え、素晴らしい。いや、そうなるといいんですけどね。はい、ありがとうございます。また明日も楽しみにしております。続きまして、この方、タマチャビンって、私あのね、タマとチャビンという猫と犬を持ってらしてね、で、名前が、まあ、ニックネームがタマチャビンさんなんですけど、もうずっとこのコーナー始まってからね、付き合いでございますけどね、ずっと途中で休まれて待ったんですけども、まあ、これ、テコピン、チャマチャビン、なんかこう似てるんですよね、日本の名前がね。はい、ということで、タマチャビンさん、タマとチャビンさん、元気ですか？よろしくお願いします。どうぞ。タマチャビンさん、コメント、ありがとうございます。ありがとうございます。WBC の際、山本由伸は、翔平さん、ご飯食べに連れて行ってください。とおねだりしたり、名古屋、東京間の、新幹線の往復も席が隣で、野球や食べ物など質問攻めにしていましたので、うん、翔平とは朝からの縁を感じます。13日、日本時間、ベッツ、フリーマン、スミスプラス翔平に誘われたら、由伸もドジャース入りするかもって期待しちゃいます。ほほえみ NPB では、エース番号はお箱、由伸はオリックスでお箱だったので、はい、本人もお箱が希望だとか考え中。なんかね、ドジャースが、ね、楽しみですね。うふふ。いや、玉ちゃんさんね、ドジャースがね、もう18番を用意して待ってるそうでございますよ。いいね、17、18、誰が19かね。まあ、ということでございますので、今日も長い間、お話しいただきまして、まあ、大谷さんのこの爽やかな顔よかったね。これがいい。はい、ということで、ブルーの、ね。私も早くブルー欲しい。ということでございまして、皆さん。本当にね、まあ、このコーナーの、ぜひ、チャンネル登録と、また皆様のご意見など、コメントもお待ちしております。ということで、今日はこれですね、やっぱりね。どう言ってもね、おー、ネズ・バレロね、これ、こちらのバレロ。で、ね、こちらが社長ですかね。ここが大谷さん。やっぱりでかいね、大谷さん。一番大きいね。ここを見てたらね。じゃあ、ここと、ここ。ここですね、やっぱりね。LA Dodgers! それでは行きましょうか。なんだよ、その、これもありますけどね。これもありますが。あ、この中にも入ってるからいいですね。はい。ということで、それでは、See you later! Alligator! はい。一回だけ落としたんだよね。はい。See you later! Alligator! はい。OK! はい。それでは、皆さんまた明日、お目にかかります。ありがとうございました。失礼いたします。